皆さんこんにちは。マジョリンチャンネルにようこそ。はい、こちらはね、河津桜でございますが、すでに満開、通常のね桜より一足早く、咲くわけなんですけど、もうとってもね綺麗でございました。こちらはね、知多半島なんですが、海のね水もねとっても綺麗でした。なぜ知多に行ったかというと、毎年マジョリンはね、自分の味噌をね作っておりますが、今年も味噌作りの時期がやってまいりました。はい、今年はね、大豆とお米で味噌を作ってまいりました。筋肉痛になるほどねこねて美味しいお味噌を作ってまいりました。それではね、マジョリンガーデンに行きましょう。今年はね、仕事が立て込んでおり、お手入れの方がねちょっと出遅れたんですけれども、なんとか間に合いました。はいはい、さて今日のメインイベント、花心さんからね、ルシオールのねその後の様子が届きました。これ年末にマジョリンさんに選定してもらったルシオール、これでね、最後の微調整をちょっとしていこうと思います。ね、合わせて芽かきもしてきますね。まずここで明らかに枯れてきたこの枝、こういうのね落としましょう。この真ん中でちょっとしょぼくなってるこれもね落としちゃいますね。はい、でバランスの良くないここの枝落とすと、あとこのちょっとここだけちょっと細いなっていうやつね、これ落とすと、あとそうですね、まあ落とす枝はこれぐらいかな。で結構新芽がわさわさと出てるので、ちょうど芽かき一番いいタイミングなんで芽かきもしてきますね。分かりやすいやつ、これまずこれのしょぼい根が2つありますよね、これ取りますね。はい、でこれでこの枝のこの芽こっちの枝と被るのでこれ取りますね。で両サイドから出てるのもやっぱ同じように取ってきますね。でこの下の方のこれもねやっぱり内側に伸びてるんで取りますね。他にもねこう内側に出てるやつはもうなるべくこう早い間に落としていくと。ちょっと細いところになってこれです。これ切ろうか、ね。で、そうですね。こう内側に伸びてる、内側に伸びてる。どんどん落としていきますね。で、ここね、ここちょっと行きましょう。一箇所から新芽が1、2、3、4、5、6、7、8たくさん出てますね。これ芽を落として、数減らしてきますね。こうやって一箇所からいっぱい伸びてるやつはなるべく整理してきれいにしていくのがいいですね。これもねここから2つ出てますよね。でこれ合わせて3つですよね。これもうちょっといらない。でこっちの枝を優先してこの上のやつも取りましょう。これも取りましょう、ね、あ本当だ、これ2つありますよね。これもねこっち の小さい方取って、ここから出てるこれね、これも取りますね。ここもいっぱい出てるのを見つけた、ね、取りますね取りますね。取りますね。新芽が、はい。
またね、気がついたら気がついた都度、もうちょっとわさわさっとしてきて、これ邪魔だなっていうやつは、取っちゃうかな。4月の前半ぐらいまでは芽かきできるかなと思います。はい。はい、画面変わりましてね、マジョリンガーデンにやってまいりましたが、これは花心さんからね、以前ね、抽選で、当たったものなんですけれども、クルールデラムールですかね。こちらの可愛いね、白地に真ん中がピンクな、可愛いお花を、選んだわけなんですけれども、こちらをね、花心さんの資材等で、植え付けていきたいと思います。芽かきはね、そんなにする感じじゃなくても大丈夫なような気がしているんですけど、はい、こちらね、せっかくいただいた、チップですね、上に乗っける、まあ、いろんなこう防御というかね、できる、はい、これはマルチングチップというね、ガラ専用のものなんですけれども、初めてねマルチングして、育ててみたいと思います。なんかね、なんかこれは日が経つとこう溶けるというか、まあ自然に戻っていくようなものらしいんですけどね。はい、こちらマルチングしてるとなんかね、お手入れが行き届いたような、感じになっていくんですが、やってないのは少しね、インスタグラマーのひろまるさんが教えていただいたんですけど、ネットをね張って黄金虫対策などねしてみたいと思います。はい、植え付けが終わりましたので、たっぷりお水を入れていきます。はい、たくさん染み出してきましたね。これでね、春がね楽しみになってまいりました。また時々ね、つぼみの様子や成長の様子を、レポートしたいと思います。まあね、他のお花とかね少しあったりとかするんですけど、こちらねワイヤープランツが枯れたんだけど新芽が出てきて、なんとかね土を入れ替えてみましたね。他のバラたちもねどんどんこう芽吹いてきましたが、はい、ここで一 つうちの困ったちゃんなんですけど、このミモザがね強風で、倒れまして、修正をするわけなんですが、ミモザってね本当にね枝がこう柔らかくて、でもどんどん伸びていくのでね、本当に支柱をしっかり立てないとすぐね倒れてきちゃうので、まあね、そろそろ剪定しないとです。はい、今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。また次のね動画でお会いしたいと思います。マジョリンでした。バイバイ。